なんか全部悪くない何かをやめるっていう決断をするのができないだけなんじゃないかなって。他の学校じゃダメなの？なんか情けないって思う自分もすごいいるんですけど。この番組は受験生が依頼者となり、受験にまつわるあらゆる支援、費用の必要性をジャッジに訴え、それが合理的か否かを判断し、番組独自の支援の有無をジャッジするという番組である。そしてジャッジは武田塾イングリッシュディレクター、知のスペシャリスト森田哲也、教育戦略株式会社代表、仏の心を持つ松原和樹、現役東大生 YouTuber、 この男の言葉はカミソリ、ベテランチ、裸一貫で人気 YouTuber になった男の言葉は重い、メサイア。ジャッジメント。この番組は我こそはという受験生が依頼者となり、志望校合格のための受験にまつわるあらゆる費用や支援の必要性をジャッジの皆さんに訴えかけます。司会をさせていただきます。私は人生幼稚園から大学まで全て受験、高校と大学は育英会の奨学金をいただき、読売テレビに入社してからきっちり返金をさせていただきました。今はフリーアナウンサーの上村直美です。どうぞよろしくお願いします。さて、この番組は収録ではあるんですけれども、配信時にプレミア公開をさせていただきます。ですので今番組をご覧の皆様はスパチャを投げて皆さんこの番組に参加することができるんです。スパチャは全額依頼者の支援とさせていただきますのでご了承ください。今回の依頼者です。35歳東大受験生たわしさんです。35歳東大受験生のたわしです。数年前から、僕は芸人をしていましたけれども、うまくいかずにどうしようかと思っていたところで、アベマ TV のドラゴンホリエという番組で東大受験をする企画に出させていただいて、そこから1回も落ちてしまいまして、4回落ちて5回目の挑戦ということで継続して東大受験をさせていただいています。たわしと申します。お願いします。ホリエモンこと堀江貴文氏のメソッドで東大合格を目指す受験ドキュメンタリー、アベマ TV ドラゴンホリエに出演。東大合格を目指したが夢叶わず、その後3度の東大受験をするも全て不合格。芸人も辞めて退路を断った今、35歳5度目の東大受験で合格を目指している。それでは今回希望する支援内容もしくは金額を教えてください。はい、今回は東大絶対に5回目合格するって逃れられない状況を作りたいっていうことと共に、受験維持資金としてちょっと30万円を欲しく思い出させていただきました。内訳は生活費が食費5万円と、あとプロテイン代と、それかけて、30万円です。1ヶ月にプロテインと食費で5万円ってことですね。はいはいはい、食費だけで5万円なわけじゃないですね。生活維持費として30万円プロテインを入れて。入れてです。どうぞお座りください。はい、ありがとうございます。それでは今のプレゼンテーションを受けてジャッジの皆さんと質疑応答の時間を取りたいと思います。お願いします。あ、じゃあいいですか。はい、あの東大何回目の受験なんでしたっけ？5回目です。今回で今までの成績というか、去年とか惜しかったとかあったんですか？去年はまあ本番のその成績開示の点数は40点足りなかったですね。でその前の年は20点足りなくて、はいはいはい、ちょっと遠ざかってしまったんですけどただその模試では結構 A 判定は何回か取っていたっていう。今年はさすがにいけるという自信はあるっていうことですか？はい、自信はあります。え、でも、はい、一昨年20点差でその時も絶対来年いけるって思ったと思うんですけど、はい、そこから40点になった原因みたいなものは自己分析みたいなのされてるんですか？今年、まあ、東大の受験がちょっと難化されたっていう風に、はい、でそのどのように難化したのかというと、やっぱり結構本番での思考力を試される問題がちょっと増えたかなっていう気がしていて、東大の求める難しさに対応しきれなかったなっていうところがあって、ここは今年はそこを改善したいなと思っています。でも4浪して3浪目20点差でした、はい、その思考力を求められたから無理やったっていうことだったら、そのバカだから無理っていうことになると思うんですけどバカだから無理っていうことになると思うんですけど、そのだってここまで4年対策してその思考力がついてこなかったわけじゃないですか、はい、でこの1年その頑張ればいけるんですか？それは今年の
低かった原因の一つが日本史の点数が、一昨年までだいたい40点ぐらい取ったんですけど、はいはい、今年が20点台になってて、はいはいはい、これはちょっとおかしいぞということで、やっぱそこでなんかちょっと自分のやり方まずかったんじゃないかなっていうのが、でも40点差で落ちるんですよね、はい、で日本史が20何点で40点取れたって、別にそこを埋まっとっても25点差で落ちてる計算になると思うんですけど、特にこう苦手な分野ってあるんですか科目とか。苦手な科目は数学ですね。数学の点数は今年は20、21ぐらい、20代だ、うん、英語はどうですか。英語は今年が65点で、うん、去年が59点だったと思います。なんか全部悪くない。なんか東大受験のことも結構知っておられると思うんですけど、まあ、東大英語を やってましたからね、はい、だって4年勉強して65とか59とか取ってるわけじゃないですか、ね、どう思います。いやきついはきついですね。だってベテランですね、はい、ね取った、うん、僕現役で85とかだったし浪人して91とか取りましたけど、はい、1年やって59が65って、うん、何をやってるのかなっていう、うんうん、僕は65点逆にすごいなと思います、はい、実は同じ早稲田の人科というよしみで、はい、やっぱ東大の問題ってめっちゃ難しいなと思うんで、お二人天才なんでね。だよね。唐突。そもそもなんで東大を受けようと思ったんですか。きっかけはその番組で、で1回目悔しくて諦めきれずに次の年受けてたら、なんか模試とかの成績も徐々にですけど上がってきて、俺は難しいことわからんけど、その他の学校じゃダメなの。東大一番なんでやっぱそこに入りたいっていう。入った後に何したいとこないんですか、はい、受験勉強始めてからいろいろ世の中に対して興味があることとか、ちょっとなんか今までにない感覚を味わうことができたので、ちょっと長いな、ちょっと喋られへんかな。東大って何したいの、はい、って言ってるだけなんで、はい、なんか一言二言でこういう勉強したいですとか、まあ、心理学をやりたいです。ああ心理学だったんですね、はいはい、へー。多少早稲田の人間科学が入られて、はい、中退されてますよね、はい、僕も人間科学部なんですけど心理学いっぱいあったと思うんですよ、はい、すごい先生もいたし、はい、東大の心理学なんかすごい学びたい方とかいるんですか。逆にいやそこまでは考えてはなかったんですけど、単純にでも逆にそんなにみんながみんなそうであるわけではないし、うん、いやいやいや、はい、その18、19でそれ言うんやったら、はい、分かるけど、はい、生活費くださいって言ってて、はい、そんな漠然とされても世の中には生活費がもらえるんだったら欲しいっていう人いっぱいいると思うんですよ、ここに座って、はい、その人たちと自分が違うところっていうのは何かあるんですか。そうですね、まあ、そうなってくると本当にお金を請求している自分がちょっと申し訳ない感じになってきたんですけど。確かに私も就職して働き始めて思いましたけど、大学の時にもっと勉強しとけばよかったと、うん、就職してから人生考えてる人とかもいるんで、そういう人たちのなんか夢になったりとか力づけられるような存在になれたらいいんじゃないですか。まあ、ベテランさんおっしゃった通り、その30万ぐらいのお金であれば働けばもちろん稼げると思うんですけど、それはもちろんできるメンタルとお力あると思うんですが、それをあえてせずにここに来たっていうことの、まあ、意義というか、そこって東大に対する情熱とつながる気がしていて、そこら辺をなんかアピールしてもらうといいかなと思いました、はい。最高峰大学に入りたいっていうのってそのドラゴンホリエのプロジェクトがきっかけでやるようになったっていうことだと思うんですよ、はい、多分それまではその別に考えてもなかったと思うんですよね、東大行きたいって、はい、いやなんかそれってその何かをやめるっていう決断をするのができないだけなんじゃないかなっていう気がすごいして、うん、まあ、でも実際自分が受験勉強をやり始めてすごいなんかその充実した生活を送れるようになったっていう感じはするので、なんか単純に、まあ、自己満足といえば自己満足なんですけど、1日平均何時間勉強して週どれくらい仕事してるんですか。まあ、1日平均8時間ぐらいの勉強で、まあ、バイトがあるのでバイトがまあ週3ぐらいですね。引っ越しががっつり、まあ、週2日プラス、まあ、朝のお弁当屋さんということで3時間ずつやってるんで、まあ、終日労働としてはまあ週3ぐらいのイメージでやってます、まあ、そうですね。やっぱり難しいこと分かんないけど、やっぱり分かんないですけどね、まあ、やっぱみんなすごいから、やっぱ近代行ってますからね、近代行ってるから任せてくれ。ちょっとキャラも無駄に普通に喋りますけど普通に喋れた、はい、無駄にでも喋りますけど、その日本一だからっていう理由だったら正直持たないと思います。
その後勉強とかも続くんかなって、まあ、早稲田を辞めたように東大入って辞めたりする可能性とかってどうなのかなっていうのは僕もちょっと気になってるんですけど、うん、なんで辞めたんですか早稲田入って。早稲田入った時はもともと医者になりたいと言って辞めたんですけど、でも理系の勉強始めたんですけど、テレビであの医療ミスみたいなニュースが当時流れてて、これ自分が医者やったら医療ミスするタイプだなと思ってまあ、普段から僕すごい細かいミスっていうのをめちゃくちゃ忘れ物とかむちゃくちゃ多くて、結構できることっていうのがあるのかなって、日常社会で生きててできることめちゃくちゃ限られるなって思うことが多いんですね。まあ、たまたま、まあ自分の場合受験勉強をやり始めたらなんかそれがしっくりきて、なんか知んないけどこう継続できる自分がいたので、うん、なんかその向いてることが少ないからなんかできるみたいな、まあもちろんこの年になってなんか情けないって思う自分もすごいいるんですけど、いや全然情けないとは思いませんよ。これだけやり続けるってすごいと思うし、すみません、なんかちょっと涙が出ちゃって変なタイミングで泣いちゃったんですけど、分かんない、自分で何でか分かんないですけど勉強はだから好きだってことですよね。勉強は好きです、うん、大学入った後も勉強したいって、大人になったら勉強楽しい、ただ知ることが楽しいっていうか、新しいことを知るっていうこと自体がただただ楽しいっていうか、うん、それではたわしさんの学力テストをここで行いたいと思います、はい、まあ、ここで見返してほしいなっていうのがあると思いますので、はい、用意しました問題。それではたわしさんの学力チェックです。はい、ではですね、今回の問題はですね、2022年青山学院大学文学部の問題になります、はい、ではどうぞ。なるほどななるほどなるほど。普通だったらこれ何分くらいで解く問題ですか。まあ15分とかですかね。これ難易度でいうとどれぐらいの難易度ですか。かなり高いです、まあ、東洋大の和訳問題ぐらいのレベルはありますけど、ね、はい、それではお願いします、はい、人々は、アンナブトオペリト、人々は操作できず、余裕もないため The faster mode of travel、 なんか簡易的な形式の予行だけが残され、なんか残ってきたみたいな、残っていた、残っている。主語動詞がどれが主語でどれが動詞ですか。 The faster mode of travel が動詞。え、動詞動詞じゃない、主語です。これをでも主語にしたら、はい、どうなります。え、要するにこれは できてないってことですか。全然違いますなんでできないんだろう。そう、だまずこの感もあるんで、ここぶった切って見てみればいいんですよ。はい、そうするとオペレートの目的語がないってことに気がつくんですよ、うん、確かに、はい、だからオペレートの目的語がこいつだって気づかないといけないわけです。こうなってるわけですよ。こういうことですね。より速くなっていけばいいって思ってる人が多いと。こうでもより速い交通手段が出てくれば出てくるほど、ただ遠い距離に作られるようになっていくと。だからそれだから解決策には全然ならない。早い手段が出てくれば出てくるだけ距離は遠くなっていくだけだから、いたちごっこになるから何の意味もない、解決手段にはならないと。そうです。じゃあ、はい、まだまだ数学いきましょう。次があります。お願いします。はい、まあ、あの僕が一応数学の問題を持ってきましたんで、はい、問題こちらです。はい、学力テスト2問目に出題されたのは苦手な数学。果たしてこの問題解くことができるのか。一辺の長さが、はいはい、そうですよ、 A である、書いてください。 A であり、一つの内角が、一つの内角がセンターである、ひし形の面積が S で、このひし形に内接する円の面積、まあ、T。 うわ、長くなりそうやなはい、まあ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 別に計算はね、はい、いいんで、どういうことをしてこれ、はい、この問題を解くかっていうのを説明してもらっていいですか。いや、そうですね、まず、まあ、一辺の長さ A のひし形、はい、で1個内角が θ ですよね、はい、でひし形の面積を S とする、でその内接する円の面積 T を求めなさい、はい、なんでまずこのひし形の面積を表します、はい、今あるもので表すと、はい、S イコール、はい、まあ、2分の1、はい、A の2乗を sinθ っていうふうにかける2かな、
そうすると a の2乗サインシータとして s は表せます、はいはい、はい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 。で、a こう半径 b だから、はいはい、t イコール、まあ、b の2乗って、まあ、自分設定した文字だけで置くとこうなって、はいはい、それでこれを消したいんですよね。はいはいはい、はい、今2個文字出てきてるんですね。これだけ与えられた文字なんで、はい、まあいいとして、はい、これを消すにはどうしたらいいかなっていうふうに考えて、これは90度マイナスになってダメダメですはい、はい、まあまあまあ、はい、あの間違ってはないんですけど、はい、頭の中が全然整理されてないかなという感じです。はい、でまあ今のこれが S ですよね。これが S で、はい、でこれが T で、これを2個の文字で表すっていうところまでは合ってました。はい、でまあ、結局これ何がしたいかっていうと、要はこれが A で、でこれがまあ N なんで、まあ、この半径この B って言ってましたけど、この B を A で表すっていうだけなんで、はい、でこれ中心じゃないですか。でひし形ってまあこうなってて、この対角線取ったらここ直角なんで、これがまあ円の中心と一致しますと、はい、でこれが A でしょ、はい、でこれが B でしょ、はい、でこれどうやって表すかっていう時に、なんかこのここの余弦定理がどうこうみたいな、まあ、それでもできるかもしれないですけど、単純な話でここが2分の1シータでしょ、これが。そうですね、はい、だから AA コサイン2分の1シータでしょ、ここが、はい、でここはまた2分の1シータやから、ここは A コサイン2分の1シータかけるサイン2分の1シータやから、 A コサイン2分の1シータサイン2分の1シータかになるん でそれが2倍角の定理で、これがまあシータの関数で表せて、でまあこれ計算したら終わりっていう。だから本当にこう落ち着いて図を書いてみればできることを結構こうごちゃごちゃってなっちゃってるというか、多分なんかその一人でがむしゃらにやるよりもなんかできる人の感覚みたいなのが多分身についてないと思うんで、まあもし受験生としてやっていくんだったら、なんかできる人に個人的に教わるとかみたいなことしないと、一人でがむしゃらに問題解いててもこのままかなっていう気はちょっと少ししてしまいました。いよいよジャッジメントの時間が近づいてまいりました。たわしさん、それでは最後のアピールをお願いします。もう本当にテストでの結果全く残すことができなくて、なんというか情けないんですけれども、何やってるんだっていう見え方してしまうかもしれないですけど、まあ、自分の今までの人生においてやっぱ東大受験したことによってすごい生きる希望が湧いたっていうところはあるので、まあ、そんな中で、まあ、僕こんな感じで本当に、まあ、ポンコツっていうところが本当当てはまるのかなって自分でも自覚していて、まあ、でもそんなポンコツでも東大に受かるっていうことがなんかやっぱすごい勇気を与えることができるんじゃないかなっていう、そのちょっとおこがましいかもしれないですけど、まあ、思っております。なので、まあ、東大はもちろん諦めたくないですし、よろしければ応援していただきたいと思います。お願いします。それではジャッジの皆さん、今回たわしさんに支援をする場合、合格という意味でパス、残念ながら今回は支援できないという場合は不合格という意味でフェイル、口頭でお答えいただきたいと思います。たわしさんの運命の分かれ道、ジャッジをしてください。フェイルです。その理由は、まあ、すごい心意気としてはすごい素晴らしいなと思いますし、まあ、個人的にはその人としては応援したいという気持ちはすごくあるんですけど、この企画が今後続いていくっていうふうに考えた時に、可能性を高い人にあげたいっていうのがやっぱあって、正直このままだとやっぱり可能性としては低いのかなって思ってしまって、まあ、それだとただ変なおじさんに生活費あげただけになってしまうので、それだったらこう受かる可能性が高い人にあげたいかなと思って、ちょっと整理させていただきました。すいません。メサイアさん、お願いします。パスでお願いします。僕は勉強はそんなできるタイプじゃないんですけど、やっぱり東大受かった後が僕は大事だと思ってて、その、まあ、ちょっと自分語りになっちゃうんですけど、その登録者僕、まあ、グループで100万人いたんですけど、その後ってすごい苦しかったんですよ。なのでなんか受かった後の方がすごい大事な気がしてて、その目標が達成した後の方が大事だと思ってるんですけど、なんかその時に田橋さんがどういう次の目標をちょっと見てみたいっていうのもあって、まあ、すごい悩んだんですけど、ちょっとパスで行かさせていただきました。森田先生、お願いします。そうですね、僕はフェイルで
すいません。いやもうやっぱ一番ね付き合いも長くてずっと横で見てきてはいるんですけど、そうですね、やっぱりここでうーん僕の口から言うことはできないかなっていう、まあそれだけです本当に。最後に松原先生、はい、お願いします。僕はパスで。お嘘でしょ僕にとって、早稲田大学っていうのはもう生きる希望で、まあ、その早稲田しかもう生きる目標がなかったんですね。でその早稲田に入った後に確かに、目標なくなって自堕落な生活もしたんですけど、結局そこからまた新しい道が切り開けました。田畑さんにとってはそれは早稲田じゃなくて東大なんだと思います。あの同じアラサーとしてこれだけ、長い期間一生懸命頑張っておられたということはもう紛れもない事実ですし、問題点はねあると思うんですが、これから十分そこを分析していただいて、あの頑張っていただければなと思ってます。僕もメサヤさん の, あのお言葉の中で100万人の先のやりたいことが見えなかったがゆえに苦しんだという言葉をですね、ぜひあの田中さんもしっかり受け取っていただいて、この2人のパスをしっかり受け止めてほしいと思いました。ありがとうございます。パスがお二人フェイルがお二人、どうなるんですかこの場合。ここでまさかの事態が。パスとフェイルの票が2対2。すごく足が震えてる。番組のルールで最後の票を司会の上村直美が投じることに。女子アナのレジェンド上村直美の1票で依頼者の運命が決まる。難しいと思いますよ田橋さん。アピールしなきゃ。アピール、アピール。田橋さんの受験すごい難しいと思うんですけど、今私の立場もかなり難しいですよ。だって万が一なんかしたらすごいたくさんのクレームが来るわけじゃないですか。そうですよね。いやね、ごめんなさいね、私自身行く帰りが奨学金もらってんですよね、高校も大学も、はい、家にお金がなかったから、はい、で世の中そういう方もたくさんいらっしゃると思うんですよ、はい、ね、でも35歳ですよね田橋さんね。35歳ですよね、はい、まあお話聞いてるとあのすごく東大受験が田橋さんの人生変えたと、なんかお話聞いていたら、はい、田橋さんの問題だけじゃないのかなと思ったんですね。やっぱり途中で変えたい人っていると思うんですよ今までの人生。そのきっかけが、はい、田橋さんは東大受験じゃないですか、はい、うん、そんなね田橋さんがもし東大に受かってくれたら第二の人生をサラリーマン辞めて始めた私もなんかあの頑張れるような気がちょっとだけするので、今回ダメなら来年やらないんですよね。はい、そうです。もう絶対今回だけなんですよね。はい、パスです。パスです。もう頑張ってください。申し訳ないです。やっぱり宣言しちゃった最後って。ごめんなさいねのところでもう長かった。申し訳ない。そうそうそう、合ってないよ因果関係なんですけど、まあ、ただ本当にこれ最後って言ったんで、うん、まあ、今まで確かに終わりがない戦いだったじゃないですか、うん、やっぱそれもモチベーションに影響してたんじゃないかなっていうのは、ダメだったら次、ダメだったら次できちゃってたところがあるんで、最後と決めたら本当にやるしかないと思うので、これを本当きっかけというかバネとしてですね、まあ、壁を越えてほしいなっていうのがありますね、うん、その部屋を見た時にですね、もう足間のフェビバーがない方の参考書で溢れていて、で勉強しているその消しゴムのカスも落ちてて、すごい僕自身がなんか勉強したいってモチベーションになるぐらいのすごいいい部屋だったんですよ。だからそれを見て田橋さんはやっぱ本気でやってんだなと思ってたので、ぜひ引き続き頑張っていただきたいなと思います。僕はなんかその一番気になったのがやっぱり成功した後もすごい大事で、もちろんその東大に向かってあの頑張るってことは大事だと思うんですけど、やっぱその後がないと本当に自分を見失って、結局何のために東大受かったんやってなっちゃうんで、でもなんかそこさえ僕はなんか見つけてもらえればこうなんかその先が見たいなっていうのがあったので、まあパスを入れさせていただきましたって感じです。ありがとうございます。YouTuber 人生振り返ってます今。もう今自分に投影した完全に自分に投影した。そうですね、僕的にはちょっとまあ温情かなっていう気はしたんですけど、力いっぱい、はい、まあ受かればねいいだけなんで、はい、うん、でもまあ、うん、
コメント欄のみんなはどうせ無理なんちゃうって思ってると思うけど、だ見ててくださいよ今日初めて前向きなこと言ってた。次回も見